崖の上に立つとどこからでもグレートオーストラリア湾を一望できます。生き生きとした生命力に満ちた場所を見るのは素晴らしい気分です。グレートオーストラリア湾やそのエコシステムを動かしているものの一つに湧昇があります。これは風によって生じます。11月から4月にかけての南東風です。湧昇は海底峡谷を通る気流を押し出し、グレートオーストラリア湾海底の冷たく栄養豊富な水を海面付近まで押し上げます。そして食物連鎖が刺激されます。それにより我々の高級牡蠣やムラサキ以外が食べる食物が発生します。食物連鎖が始まると植物性プランクトンに食物がもたらされます。植物性プランクトンはミクロの藻で、水中の微生物である動物性プランクトンに食物を与えます。これらの微生物は稚魚に食物を与えるだけでなく、私たちの食物連鎖の土台となる魚にも食物を提供します。サーディンやアンチョビーはロブスターのような魚介類に食物を与え、ロブスターはスナッパーやサーモンに食物を与えます。そして熱帯から下ってきた海流と合流し、ジェラルドン、パース、アルバニーを通過してグレートオーストラリア湾に注ぎ、マグロなどの遠洋魚を呼び寄せます。魚は湧昇流が生み出す食物源があるからそこにやってくるのです。海産物のハブ、つまり拠点と呼ぶのが一番ぴったりでしょう。あるいはオーストラリアの中心的な場所です。地理的に隔離されているため、世界のどの地域でも見ることのできない様々な種を見つけることができます。南オーストラリアは乾燥した大陸の中でも最も乾燥した州であるため、食物連鎖を促す栄養豊富な新鮮な水を得ることができません。同じことが世界の別の場所で起これば、水には異物が混入する可能性があります。しかしここではそれは起こりません。非常に正常なオーストラリア湾は他にはない性質がさらに付加されて、質の高い海産物を生み出せるのです。幸運なことにエア半島は西にグレートオーストラリア湾、東にスペンサー湾が広がっています。現在スペンサー湾では数多くの漁業が行われていますが、これらは湾に豊富な栄養をもたらし、あらゆる魚介類にクリーンな環境を提供する湧昇によって支えられています。良好で正常な水に依存しているのです。毎年発生していることですが、グレートオーストラリア湾の水温が変化すると状況はすぐに変わります。バリアが壊れ、循環していた水が温められて湧き出し、全ての水が放出されます。このエコシステム内で異物が発生する余地はありません。我々が南オーストラリアで取り組んできたことは養殖地域への貢献です。つまり我々の海洋の特定地域は養殖活動に割り当てられています。我々が活動をさらに先に進め、これらの地域を確立しようとすれば、厳格な科学的評価や課題に取り組むことになります。そうすることで環境への悪影響を常にコントロールする術を学ぶことができます。未来の水産業は活気に満ちた健全なものとなるでしょう。我々には海産物を育てるための素晴らしい環境があり、幅広い製品があります。それらは全て一つの地域で作られたという点で非常にユニークです。さらに我々には革新的で常に市場に見合ったより良い製品を生産することを追求する優れた人々がいます。漁業の持続可能性を維持したいと考えるのであれば、これらの製品をさらに活用し、価値を付加することが可能です。